この時間はガンバ大阪対ヴィッセル神戸、こちらをご覧いただきます。コンディションですが、こちら現地は晴れております。今日のナイトゲーム、このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。一番呼ぶような孤立することですよね、やはりワントップにボールが入った時に収まる、それにサポートいけるっていうバランスを取れてないと、このワントップが機能しなくなりますからね、シャドウの役割をする選手たち、これ当然期待されてるってことですか。そうですね、ワントップに対して関わりやすくなってますし、距離感がちゃんと保ててると機能してくるのかなと思いますけどね、さあファーストハーフ見ていきましょう。ガンバ大阪スーッと広田のセーブ、いやいやナイスセーブ、いやこれぞ守護神ですよね。素晴らしい反応ですね。好セーブを見せました。キム・ヨングオン、中は枚数います。キム・ヨングオンから宇佐美、菊池、増山へ、裏へのスルーパス、おっといいボールでしょう。もうこれいいでしょう。クロスが入る、シュート、ここは合わせてきましたが、ものにすることができません。まあ、サイドを、うまく使った攻撃なんですけども、ボールの出所、そして決定的なシーンを作り出すこのゴール前のマーク、この辺をしっかり処理していかなければいけませんよね。神戸、決定的ともいえるチャンスのシーンがありました。小林、組み立てながら攻め上がっていく、危ない、スペースを狙う、フリーで受ける、ファール、取らないですか。裏のスペースを狙う、来たか、さあ一気にカウンター、抜けた勝負のシーン、いや積極的に切り込んでいったんですが、惜しくも外しています。非常にこうアングルを見つけながらね、ボールを持ち直してシュートコース見つけてましたよね。神戸、相手カウンターをしのぎましたが、気をつけたい場面でしたね。あの形からのフィニッシュは一点ものですよね。シュートミスをしてくれて助かりましたね。ちょっと集中力が足りないかなと思いますね。裏を狙っていきます。ミドル、東口、いや北澤さん、これナイスセーブでしたね。いや、よく止めましたね。ファインプレーですよね。この場面でスーパーセーブです。近く出す、酒井から山口、さあシュート、ガンバはディフェンスの対応の仕方に問題があったのか、今のは非常に危険なシーンでした。十分相手を引きつけたことによってセンター不利になりましたよね。菊池、
裏を狙う、どうだ、収まった、フリーだ、シュート、広がりのセーブ、これはよく止めました。いやー、いい反応ですよね。ファインセーブですよね。これはこのピンチよく防ぎました。ホーム、いやー、決定的でしたね。体を張ってゴールを守る素晴らしいディフェンスでしたね。クロスを入れる、このパスを防ぎます。これはどうだ、シュート、ルーズボール、ボールの奪い合い激しいものがあります。柔らかいボール、矢島、三浦、庄司からアーチのようなパス、このボールはつながりません。さあカウンターのチャンスになります。ふわっと裏を狙う、浮かせたボール、このパスはキーパーへ。グレーパス、裏へ飛び出した、さあ勝負、シュートまでいけるか、うおー、いやー、一連の流れ、スルーパスを受けてからのシュートでした。合ってますよね、動き出しが非常に早いですよね。ガンバは嵐のようなカウンター、なんとかしのぎました。今のはシュートミスでしたけどもね、簡単にやられすぎですよね。大きなピンチから目を覚ますことがあると思うので、ここからは集中してほしいですよね。ヨングオンからパトリック、スペースを狙った、とこれはつながりません。ハッセ、アーチのようなパス、このスルーパス、これはつながりません。激しいボールの奪い合いです。矢島、もういいですね、セルジサンペル、井上、裏のスペースを狙う、抜けてくる、つながります。さあ勝負です。神戸は先ほどと同じようなフィニッシュでしたが、決めることができませんでした。この時間帯リズムがいいですよね。止まってもおかしくないようなシーンが先ほどから連続してますからね。神戸が決定的なチャンスを迎えたシーンでした。長いボール縦へ、いいプレッシャー、三浦から大きく縦へ、さあシュートレンジだ、パトリックルシュート、井上、大きく縦へ、スルーパスを出す、これ仕掛けるか、抜いた、チャンスを演出できるか、出口、裏を狙っていきます、抜けた、これはクリア、ガンバ、これは奪い返します。お、いい形じゃないですか。一旦前を取る、どうだ、シュート、おっと、素晴らしいシュートだったんですが、ここで笛、ファーストゴールならず。
さあまずは最初の45分を終えました。ガンバとしては終盤にかけて非常に攻勢をかけてましたよね。この調子のまま後半に入っていけば得点が動く可能性は十分にありますね。ガンバ大阪対ヴィッセル神戸、得点は動かないまま後半を迎えます。後半です。両チームノースコアで終わった前半、後半に動きがあるんでしょうか。サイドチェンジ、さあここからの展開、繋がるか、さあ繋がるか、どうだ、素晴らしいパス、シュート来た、先制、ヴィッセル神戸ようやく均衡を破ります。ここはいい位置に詰めていました。いい反応でしたね。セカンドボールをきっちりと落としたポジションに残って、落ち着いて枠に流し込んだいいボールですよね。先制ゴールが決まりました。1対0、一旦主導権を握った形になりますけど、はい、まだまだ、シュート、決められてから北澤さん、またすぐでしたね。まあ見ていてここ短時間で流れが来てますよね。このままリードまで持っていきたいですよね。シュート前の一歩で勝負あったか、キレのあるスルーパスからの一発、そうですね、出しても受けてもバッチリでしたよね。タイミングが間違わないとこういったゴールって生まれないですからね。今日のゲーム見応えがさらに出てきました。得点した後って一番こう注意力落ちる時なんですけどね、そこをついてよく決めましたね、はい、長いボールを送ります。緩いボール、ガンバはここクリアで難を逃れます。キーパーから前線へ、さあ右へ預けてカウンターを仕掛けていきます。入るか、さあ来たか、シュート、うん、決めたい。中人数揃っている、中上げる、クロスはディフレクション、コーナーキックになります。わずかに上、ガンバチャンスを迎えたシーンがありました。両チームともメンバー交代があるようです。山口、さあ左へ預けて、ボールのところパス仕掛けるか、フリーだ、前開きましたよ、来た、勝ち越し、ヴィッセル北澤さん、これうまくマークを外しましたよね。いや、パスの受け方、もらう位置、タイミング、シュート、今のはどれを取っても申し分ないですよね。
相手キーパーの位置をしっかり把握して落ち着いて流し込んだ、いいゴールだったんじゃないでしょうかね。今日2点目のゴールです。さあ、共に選手交代があるようです。さあ、神戸1点をリードしてリスタート。どうだ、パトリックに渡る、さあ勝負だ、シュート、いやこれは北澤さん、いやこれまたすぐ落ち着きましたよね。はなかなか動きのある展開になってますよね。これは華麗なスルーパスからのゴール、タイミング素晴らしかったですね。タイミングバッチリでしたよね。これはバスルのってシンプルに見えますけども非常に難しいんですよね。ここのポイントしかないですからね。非常に素晴らしいゴールになりましたよね。パトリック今日2点目です。さあガンバ再び追いついています。得点直後の相手って集中力切れますから ね、まさにそこをついたゴールですよね。そうですね。神戸は先ほどから前線に何枚か選手が残っていますね。そうですね。ミドルこぼれた、一瞬のクリアですよね。裏へのスルーパス、キーパーからのロングフィード、プレッシャー、オフサイドか。ここまでご覧になっていかがですか北澤さん。何か両チームとも無得点だった前半とは別のチームになったみたいですよね。ふわっとしたボール、奥の危ないところでしたがなんとか切り抜けます。レアンドロ・ペレイラ、レアンドロ・ペレイラから宇佐美、宇佐美からレアンドロ・ペレイラ、セルジュ・サンペル、スルーパス、このスルーパスは通りません。キム・ヨングは組み立て直します。庄司本日アシストを2つ記録しています。前線にボールを送ります。裏のスペースを狙う、来たか、お、これいいですよ、シュート、奥の危ないシーンでしたがここはクリアの対応。上げる、頭、うわ、神戸ビッグチャンス、ものにできません。いや緊迫した状況が続きますよね。最後まで目が離せませんね今日のゲームは。神戸入ってもおかしくない決定的なシーンがありました。ジャゴアウベスからパトリック、エースを狙った、イランシュート、いやー勝ち越し、試合をひっくり返します。
もう今のコース打たれたらキーパーはしょうがないでしょうね。でもポストの内側に当たってましたからね、ああいうのはなかなか触れませんよ。両チーム同じタイミングで動いてきます。さあガンバ、このアドバンテージをどう生かしてくるんでしょうか。ガンバとしてはこの重要な場面でね、なんと言いますか、モチベーションを保ち続けたというね、その結果が出ましたよね。そうですね。キム・ヨングォン、キム・ヨングォンから前に大きく入ります。スルーパスを出す。ここで引き離せばもう勝負決まったようなものですからね。裏を狙う、さあ抜けた。アップオフサイドですか。ガンバとしてはこのまま終わりたいですよね。そうですね、あとはタイムエンドのホイッスルを待つだけですね。裏のスペースを狙う、チアゴ・アウベスへのボール。いい展開ですね。クロス合わせてくるか。そろそろ笛を意識し始める時間帯ですよね。最後しっかり守ろうっていう感じ出てますよね。サイドを縦に走らせます。クロスを相手選手に弾かれましたがコーナーキックになります。宇佐美からレアンドロ・ペレイラ、速いパスパス、枠のど真ん中蹴り込みます。いや今空いたんでしょうけどもね、正面でしたね。小林、もうパワープレーで行ってもいいと思うんですけどもね。縦へのボール、上です。3対2、ガンバ逆転の試合に決着をつけました。勝利です。北澤さん、見事な逆転勝利という結果で試合が終わりました。どちらにこう勝利の女神が行くのかって分からないような展開でしたからね。なるほど。ガンバとしては自分たちのサッカーがやっぱり強くできたってことですよね。そうですね。スタジアムを当分のルツへと叩き込むという試合展開でした。さあ放送時間の方がそろそろ少なくなってきました。今日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ガンバが見事逆転勝利を収めています。
Invincible.